はい、皆さんこんにちは、大畑晴美です。えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、とね、4月の12日ですね。えー、私はこれから夜行便で、えー、アメリカに帰りますけれども、今日はちょっと息子のおから、ちょっと、えー、お嫁さんと子供たちが出かけている間に、パッと折りコルカードを引きました。えっ、ー、と、つい昨日、一昨日ぐらいからね、あの木星が逆光に入ってます。 だからちょっとずっと今年はね、あの割と逆光がなくて来てたんですけれども、えー、この間の、えー、宇宙元旦からまた、水、えー、星の逆行が終わってからね。 あのしばらく全部が行ってましたけど全部の牧師が全また巡行に戻ってたんですけれども今度はいよいよこれからどん,どんどんいろんな星が逆行してきます特に木星は自分の真実を表すいて座のサインですからそして今12年ぶりに自分の、えー、支配している、えー、ところに戻ってきてますそういう意味で皆さんのいて座がどこにあるかにもよるんですけどでずっとこの間の NG ナビ長いあの無料ウェブナーで皆さんにお,しょあのお伝えしましたけど、えー 165年ぶりに戻ってきているウォザの海王星と、えー、ずっと長い間スクエアを取っていきます。で、まあ、いよいよですね、えー、帰ってからジャパンプロジェクトで周り先生がいろいろ教えてくださったことをですね、えー、ちょっと編集をしてですね、皆さんにお届けしますけれども。 あいろいろアクセントもあったんですね。例えば、えー、カメラマンに予定していた方が急に来れなくなったりとか、そして、急遽また代わりにお願いしていた方が1日目だけ撮ったらカメラが壊れて、その方が熱が、高熱が出るとか、だからいろんなあのアクセントがある中で、えー、2日目、3日目のはですね、まあ、 仕方がないのであの iPhone とかですね、私のコンピューターで撮ったんですがそれも時々うまくいってないので、えー、っとワークショップの方はまあでもあの動画というよりはね、動画で先生がいろんな資料を見せながらお話しするというよりかあの周り先生の授業はどっちかというとお話がメインになりますので音声だけの、えー、バージョンでも十分分かります。で、えー、っと先生が出してくださった、えー パワーポイントのファイルと、えー、資料として翻訳してあるものとですね、皆さん参加した方のそういったものを全部つけてですね、参加できなかった方は、えー、動画が可能なものは動画、一部動画がないものは音声だけになりますけれども、えー、2日間のワークショップのお話もですね、えー、有料ですけれども皆さんにお届けしようと思っています。楽しみにしてください。えーっと まあね、日本から、えーそうですね、60人から70人ぐらいその日によって違うんですけど、あのー、北は、えー、北海道南は、えー、沖縄ぐらいからですね、えー、皆さんが駆けつけてくださって本当に有意義な。 ジ、えー、ジャパンプロジェクトを過ごすことができました今星を見連れずれ草のコミュニティがどんどん育っていってですね今度は参加者の皆さんを中心にですね、えー、各地でですね勉強会などを、えー、することができたようですね、えー、先生いいですかというかどうぞどうぞとですから、まあ、ちょっと私の方ももうちょっと落ち着いてからですね、えー、ボランティアの皆さんを募りながらですねもうちょっと星を見連れずれ草のインナーサークルのようなえー、っと ででもそうやってつながっててがすね、えー、私ちょっとその後私自身がちょっとまた違ったプライベートセッションを私の別の先生と日本で受けたんですけどやっぱり私今度新しいフェーズに入ってきてますから、えー、もうちょっとね日本のみんなに少しずつ戻ってきてで一人一人そのコミュニティコミュニティに私がせあの周り先生のワークショップ だけではなくて、私が直接、えー、私の、えー、コミュニティですよね視聴者の皆さんそれから、えー、私の、えー、撮ってくださってる、えー、受講生の皆さんとですね直接、えー、お話をしてただお話するだけではなくてフェイス2フェイスじゃなきゃできないようないろんな瞑想とかですね、えー、いろんなことをもっとやっていった方がいいなというふうに私も思ってたんですけれども <laughs> <laughs> 宇宙からもそんなメッセージをいただきましたので、えー、ちょっと落ち着いてからですね そういういいいにしててきたいなと思ってますさあ,、えー、とあまりり時間がないので今日はパパッてやりますけど、えー、この間のからですねオースティンで求めたですねこのミスティック・ア、えート・メディスン・オラクルカードというカードがあるんですけどこちらで、えー、今日もいつものシンクロニックスプレッド読んでるんですけど <laughs> すごく依ってですねよくシャッフルして出したんですがほとんど役位置ですね。つまりまり、あ 木星が逆行してきてるってことはこういうことなんですよね。だから、えー、本当にすごいパワフルなお羊座の新月で皆さんもいろんな気づきとかいろんな宇宙とのアクセスができたところでもう一度ずっと今年ぐらいから、ね、いろいろ、えー、いろんなことが起こってきたと思うんですけどそれをもう一度見直す時に入ってきてるんだなというふうに思います。はいじゃあ早速 読んでいきたいんですけど、もうあまり時間がないので、パッパッパッと4枚出しますけど、えー、スピリチュアルレベルも4枚出てきています。全て逆位置でした。だから逆位置っていうことは、こういったテーマがいろんな人のレベルできているので、えー、一つ一つパッパッと見ますけど、一つがですね、なんだろうこれ、あの、セイクレードビジョンというタイトルですね。だから、なんか、この今回のいろんなことを通して、今、木星が逆行しているので、なんかいろんなビジョンがですね、特にあの、木星も、 海様性も今、スクエア取ってますから、で両方とも、上田が言ってたというのは、自分のバンダリーをですね、限界を取っていって、えー、大きく広げようとするところなので、自分のこうじゃなきゃいけない、そうじゃなきゃいけない、こうあるべきだみたいな、今までの古いものを取っ払っていこうとした時、えー、ときに、いろんな、本当に宇宙とアライメントを取ろうとしたときに、いろんなものがダウンロードできるんだと思うんですけども、その時に、やはり、あの もう一度ね、えー、自分のウィッシュウォッシュって言いますけどこうがだけでいくのかその自分の真実が宇宙の真実と合ってるかどうかそれはやっぱりその自分の実体験を通して、えー、物事が、えー、もし自分がこう行きたいなとこうやりたいなと思っていった方向に行った方向に 波が来ていなくてもその波に導かれるとして信じて生きていった時にいろんなものが私も固まってきたんですけど今そういったことをもう一回気づきなさいよ見直しなさいよというような、えー、メッセージじゃないかなと思うんです逆位置なのでやっぱり今本当に大きく自分の未来をねちょっと大きくね私も本当に大きくねあの、えー、見てみようというふうにしてみたらすごくハートが、えー、ふっとこう。あの 電気ショックが来たようなことがあったので、まあ、その話はどっかで、えー、皆さんいつかシェアしますけども、まあ、プライベートに今回何人かの方とお話しする機会があった方にはシェアしてますけど、次のカードが、えー、あの、レベレンスが出てますね。これも敬意ということで、やっぱりね、宇宙の真実に敬意を払うこと、そしてその、K、真実につながってる自分のハート、ファイアセルフというかね、そこにも敬意を払っていくことがあ、皆さんが本当に自分の魂を の意図をちゃんと受け入れて自分らしく生きていくとても大事なことだと思いますこれ自分の自己価値にもつながってきますから、えー、天皇星がお牛座に入ったということはお牛座第二ハウスというのは自分の自分との関係つくり自分誰に認め誰が認めてくれなくても自分は自分でいいんだという自分の価値を認めていくところでもありますから、えー、これとても大切なメッセージのような気がしますよねあのー ぜひですね「コンシャスンスアストロージーの」の、えーえー、入門コースで12の秋ターフ皆さんに、えー、詳しく詳しくマリー先生から受け継いだものを全てわあの提供してますので、えー、と4月1日の私の誕生日の日にちょっとランチをしたんですけど、えー、ほ本当にあの皆さんから問い合わせがあった方だけをご招待したんですけどね。 あのー、面白かったですよ、3年ぐらい前のジャパンプロジェクトの1回目から来てくださってる方、まだマリ先生に会う前の鑑定を受けてくださった方がずっとお勉強続けてらっしゃる方が2人、それから 2, 2年ぐらい、えー、もう勉強してて、でえー、もう私の、えー、一緒に一緒のリーディングも終えてる方、でもう勉強も続けてらっしゃってる方、あとお2人はつい最近、去年の終わりぐらいから、えー 全部ですね、バンドル取って今勉強を始めてきたっていう方と、全くやったことないんだけど、なんかはるみさんに会いたくて、何にも知らないけど来ましたっていう方と、そういう方と、まあ、他にも何人かとか来てくださったんですけど、あの、口を揃えてね、皆さんが入門コース絶対大事って言ってましたね。本当、私も本当そう思うんですけど、受け取ってくださった皆さんもいらっしゃいますから、あの、もうすぐ、あの、5月5日にですね、今度は、あ夏の、夏にですね、オンラインで丸い先生、 と私ですね、えーっと、本当に進化先生学のチャートリーディングの基礎技法を本当に本格的に、えー、提供していくオンラインセミナーをワークショップを開催します。12回コースなんですけどその無料ウェブがぜひ登録しておいてください。でそこに登録するとねすごいびっくりの、えー、実はあのなんだっけ。 プレゼントがありますよ。一つは、まあ、あの最近つながった方でコンシャルセンスアストロージーを勉強したいという方はえ、去年のウェブナーの時だけ、優待価格でできた1年間有効のリンクがあるんですけど、え今回ねあ、やっぱりやってみたいという方のために、えー、そのウェブナーに登録さえしてくだされば、すぐに、えー、その優待価格で、えー、コンシャルスアストロージーの入門コース、職業コース、そして、えー、今までおととしやったですね、 8回分のウェブナーをバンドルで、えー、あの購入できる、えー、リンクを差し上げますからお勉強したい方はすぐできます。そしてなんとですねもう1つのプレゼントは今回金曜日のですね、えー、セミナーですね2時間だけの夜のセミナー、まる先生のそれを特別に、えー、動画で全部できるかどうかわからないんですけどそれも無料で、えー、見られるリンクを差し上げます。ですから、えー、本当に周り先生の、えー、と私の えー、今、一生懸命日本の皆さんのために宇宙からまあ導かれてね、えー、素晴らしいこの深いね、あのアストロージーの進化生成学という、えー、ノレッジをね、知識をね、皆さんにお伝えしてますけれども、えー、この有料ウェブナーを登録した方しかそれは、えー、無料で見ることができません。もう登録はいい、えーえー、いつまででっな月ぱ だったかないつまでだったかちょっと締め切りも覚えてないんですけど締め切った後はですね今後は有料で提供していきます110ドルぐらいの価格になって優待価格で75ドルぐらいになると思うんですけどですからそれも皆さんに差し上げるというのはいかに今この時が大事かというメッセージなのでそしてまあ参加してくださった方はあのあの、まあ、それもね私たちのジェネラシティーと思ってですねあのや,っぱりやっぱり本当に。 来てくださった方しか分からないと思います。あの、後から動画で内容は分かるんだけれども、あの、その時のみんなと交わっていった時、そしてやっぱりお一人お一人がご自宅で勉強できるのがこのオンラインのウェブナーのいいとこなんですけど、やっぱり来てみてこんなに仲間がいるんだっていうことですごくこうエンカレジメントっていうんですかね、あの、励みになった。うん、で、つながっていける、今、ローカルで地域で 関西地方の方九州の方というふうにです、ね、今、コミュニティが広がってきてますからで私もまた今度はですね私がその地域で皆さんが、えー、行かれるところで、まあ、の私が1人何もかをまとめるととても大変なのでそれで積極的皆さんが中心になって開いていただいたら私が適き範囲でそちらに行くというようなこともサポートとして今後はやっていきたいと思ってますから、えー、ぜひ1、ね、人でも多くの皆さん 参加してみてください。えー、それじゃあちょっとあ続きをしますね。だからこのレベルすごい大事なんですけど、もう一つ次がね、トゥルースが出てきました。これ逆位置ですけど。だからやっぱり自分も真実ってもう一回何なんだろうっていうのをしっかり見ることが大事です。 で特に今回はあの魂の進化のレベルというとてもちょっと難しい概念のところを、えー、2日目で、えー、ワークショップで勉強してますからあのそこがはっきり分かってくるようになるのはいろいろ訓練が必要なんですけどそんなようなところも、えー、皆さんのコミュニティごとの勉強会なんかを通してですね少しずつ学んでいかれて私の方がフォローアップで、えー、ウェブナーなどを通してですねじゃあチャートをどう読んでいくかっていうようなことをもうちょっと練習するような機会を。 だんだん設けていきたいと思ってます。そしてんん、本当はね。できれば、えー、ちょっと回避をいただいて、私の方の生活も安定しないと。ちょっと本当にあの、えー、いけないので、そしてそのその。 その内側のサークルで、インナーサークルが出てきたところで、そこでですね、えーとえー、いろんなイベントができたらなと思って、ますそのためにやっぱり事務局になっていただくようなボランティアの方、必要なので、えー、自分の地域でそういうコミュニティ欲しいなと思う方ですね積極的に自分から手を挙げて、ですねもちろんいろいろあのボランティアとしてやっていただくのですぐに経済的にどうのともないないと思うんですけど、でもその中でた、たぶん 多分皆さんがそういう役割を自分からやりますと言ってね、手を挙げてやっていく中でまた学ぶことが多いと思うので、えー、興味のある方は、えー、手を挙げてみてください。はい。で、自分の真実をもう一回見直すチャンスを今もらってますよ。で、最後はピースが来ました。だから本当にこの、あの本当に自分の中の平和でいるというのは、 本当に自分、本当の真実だけが大事になってくるんですね、スピリチュアルレベルになってくると、まあ、進化の意識のレベルってあるんですけど、で、えー、あのそのためにも、しっかりと宇宙につながっている自分と、えー、ハイアーセルフ、自分の中のあ敬意、宇宙に敬意を払ってししあの、えー、フェイスを持つということですね、それがすごく大事、その中でいろんなビジョンとか、こうなりたいなというようなことが見えてくる1週間になるんじゃないかなと思いますよ。さあえー 具体的な具現化しているレベルの中ではこれも4枚出てきたんですけど最初は、えー、ゴデスオフ,ファイアが出てきてきますだからあの火の女神ですからやっぱりインスピレーションスアスピレーションでものすごく精神性が今あこんな風にしたいなというまさしくいて座木星にぴったりのエネルギーなんですけどこれも逆行しているためにそれをもう一回見直してみなさいというエネルギーですねで次にですね、えー、プロテクションが来ています。 だからこれもですねやっぱりこの、えー、自分の真実を見ていくためにはこう宇宙とつながってきてうござないエネルギーなんかもそうなんですけどこうヘルシーバウンダリーがなくなってくるんですねだからあのやっぱりちゃんとねプロテクションを自分の中でかけていくことをしないとあのちょっとそこでネガティブに自分のあの自我の方が宇宙と アライメント取れなくなってきたときとか、ちょっとネガティブに自分がこう思ってしまうことを、ネガティブに思うことが悪いんじゃないですよ。それを否定してね、あの犠牲者のようになってしまったときは、ちょっと困りますから、そういった意味で、しっかりとプロテクション、ヘルシーバンダリーを持つということもすごく大事。でも、このメッセージ、多分ね、宇宙からたくさん今、プロテクションをもらってるから、心配しないで、前に進みなさいという意味にも、私は、思うあの今、そんな。 メッセージがが降りてきててきまますすね、うんでえー、っともう一つが、ね、ミラクルが来てますだからそういうことを通してこれも逆位置ですけれども私逆位置はできてないというふうに読むんじゃなくてそうやって本当に自分の真実が宇宙の大きな枠組みの真実それは私たちは全ては分からないんだけどどうやってその宇宙の真実と自分の真実が一如をしているアライメントしているかって分かるかというと。 えー、ジャパンプロジェクトの無料ウェブナーでも私お伝えしたと思うんですけどやっぱりね、まるい先生も自分の実体験を通して分かるとで今これ具現化するレベルですからあやっぱり本当にそうやるそうなっている時はいろんなことが動いて固まっていくんだなというのを私もこの3年間星を見つれずりぐさを不安な自分もいるのも認めた上で宇宙を信じてつながっている自分を信じて宇宙にこうやって 行きたいいからサポートしてくださいねそれが私の道だったらサポートしてくださいそうじゃない方は見せてくださいと言ってですね自分の真実と宇宙の真実をアライメントしようとして生きてきたんですけど本当にそうやってあの一女しているときは一緒にアライメントができているときは自分一人ではできなかったようなミラクルが起こってるんですね。こ今回のジジャパンプロジェクトもそうだし 前回のジャパンプロジェクトもそうです。この3年間の私の人生はもうミラクルの連続です。そういったことがやっぱり実体験として今皆さんも経験できるときなんじゃないかなと思います。で、最後のカードが、えー、パシビアランスが出てますから、パーシビアランスっていうのは、まあ、これ、あの、奴隷の過去性を持ってるような方。 どんなことでででももけるんですね自分が思った通りにならなくてもそこで何か学ぶ必要があるの魂がそっちへ導かれているのでそういった時も絶対諦めないで、えー、ちょっと忍耐力というんですかねにんにくにんにくと、えー、あのニンあのガーリックではなくてえっ、ー、とねろくはらみんの中ににんにくという。あの ハラミスがあるんですねそれはえ忍ぶという意味ではないんですねいや。喜びで何かそういったこともきっと意味があるんだと思って、えー、あのーえー、諦めないで今精一杯できることに取り組むというようなことが多分この「あのァラスビアランス」でとても大切なメッセージだと思います。さあ、えー、感情レベルなんですけど感情レベルも全部読まない全部読まないでできてるんですね。もうびっくりしましまたね本本当当ににだから今本当にあのー 見直しの期間ですけど、さあ感情レベルでまたソウルパーパスが出てきたんですね、魂の目的。なんか感情的にいろんなことが出てきてますよ、今、ね、逆位置ですから。だからそれも、どんな感情もバリッドっていつも言ってるでしょ。あの有効なんです。あのどうしてこんな些細なことだ私はこんなかつこう大げさに感じちゃうんだろうっていう時はね、過去世でそういう経験をしてたんだっていうことが分かってきますから。で特に、えー、今回 えー、ワークショップに来てくださった皆さん自分のノード軸のメッセージを受け取れましたかまる先生が、えー、一つ一つの軸を詳しく説明してくれましたから、えー、まだ本当はねもっともっと詳しくできるんですねだからご希望があれば今度は私が、えー、そのフォローアップの何かウェブナーかワークショップを、えー、将来やっていこうと思ってますけど、えー、自分のソウルパーパス感情を通して自分の魂が何を消化、えー、して消化して どうやって成長しようとしているのかということを気づけるすごい1週間もらってると思いますね。そして、えー、次のカードは、えー、ガーディアンズが出てます。だからやはりねあいとた,くたくさんの皆さんの、えー、守護霊様とか守護神様とかいろんなあのセイクレッドセインとかね今本当に地球の、えーえー、波動がどんどん上がってきて一人一人をサポートしてくれてますからもう私たちがお願いします自分のやることはちゃんとやりますからサポートしてくださいって。 お願いしないと彼らは動けませんから、いつも言ってますけど、今本当にそういういいチャンスをもらってると思いますよ。そして、えー、もう一枚引きましたら、えーまあ、インテグレーションをやってるんですね、統合が。だから、そういう感情のプロセスをすることによって、魂の道みたいなことが、ガイドのサポートもお願いして、ちゃんと受け取ることで自分のソウルパーパスが見えてくるような感情体系を、今週は、えーうん 皆さん経験なさると思いますそして最後の4枚目はちゃんと正位置で出てきましたほとんどね逆位置で4枚ばっかり出てきたんですけど今週はこれはインテンションが1枚正位置で出てきましただからそういうことを通してやっぱり私はこうやって生きていこうという風うにですね、自分の意図ははっきりとですね、自分の感情と向き合うことで気づけるような1週間じゃないかなと思いますよ さあ、えー、メンタルレベルメンタルレベルも4枚出てきて,て全部逆位置ですけど1枚目が、えー、フォーギブネスが出てきています、えー、許しというタイトルですよねで許すというのは本当に上から目線でもうそういうことはいいよもうな,なしんこにしてあげるよということが許すんじゃないよって3年間ずっと言ってきてますねフォーギブネスというのは手放すことなんですだからどんな感情も嫌な感情ももう人もう 憎いとか、ジェラシーとか、許せないとか、自分を責めたら罪悪感とか、そんなものがい、どんどん今、手放すために浮き上がってきているときなので、たくさんの感情を皆さん感じると思うんですけど、その感情が出てきたときは、絶対にそれを抑圧してはいけません。まずその感情を感じている自分を、ああ、私怒ってるな、ああ、私、あの、ひどいと思ってるんだな、憎い、許せない、なんかもう、許せないから、なんか、あの、嫉妬でね、 あの何かしてやりたいと思うような自分がいたらそ,そ,その自分に合わせて一緒になって行動する必要はないんですけどそういう自分をまず受け取りましょう私怒ってる自分許せないと思っている自分、えー、人を責めたり自分を責めてしまう自分なんかそういう経験を魂がしてるからそれに似たようなもの,ものが起こった時にその魂でまだ未消化な感情が吹き出てくる時それをちゃんと消化できるためにぴんぴんと私たちは反応してるんです。 だからそのことさえわかればそういった時はチャンスなんですね。で、とても大事なことはそれをしっかりと感じて受け取ること。受け取らないと感情は皆さんの中の魂の栄養ですから、それが血となり肉とならないんですよ、魂の。でも受け取った瞬間に皆さんの中に統合されてきます。さっきもここでインテグレーションがあったでしょ感情レベルでね。感情の統合が起こってきた時に、えー、その怒りとか、 責める気持ちとか、自分はダメだとか、人は許せないとかいう、そういう感情を感じてる自分をしっかり感じきったときに、抑圧してると、そういうことは感じたくないから、もう忘れう忘れる頭だけで処理しようとすると、感情をインテグレーション、消化してないから、何回生まれ変わっても、ゴミ袋の中にずっと溜まってですね、生まれ変わってくるごとにその感情の未消化な部分がいっぱい来る出てくるんですね。 それが今、本当にずっと無意識とか潜在意識の中にうまく読んでた感情が今、どんどん出てきている時なので、もうそれをどんどん出しましょう、しっかり受け取って、受け取ると統合できるから、チョイスがあるんですよ、何度も言ってるけど、皆さんはその感情をそれでもずっと、これからもずっと持ち続けて、憎い、ひどい、自分ダメな自分と責める気持ちを持ち続けるか、ああそういう経験をしたんだなっていうことをしっかり。 受け取って、ごくんと読んで統合した後は、もうじゃあこれはいろんな学びをしたから手放そうって言ってありがとうと言ってですね、海洋の星の海にポーンと投げていきましょう。なんかその風船とか大きな風船を膨らましてその中に入れてもいいし、それを固めて大きなおもしのようにしてもいいです。そして、海洋星の目の前の海にポーンとそれを捨てる、えー、ちょっとね、えー、ワークみたいなことやってみてください。 でえそんなことも皆さんとフェイス2フェス,ティースで今度は地域ごとで回っていくときはそんな、えー、ことも実際に皆さんとできるチャンスがあると思うんですけどでそうすることで、ね、ふーっと軽くなりますその,そのようにフォア決めですとねそうやって手放していくことなんですえ感情は感じきらないと手放せませんけど感じきったらびっくりするぐらい手放していけるんだなっていうのは実体験で分かるはずですよ そして、えー、アセンデントマスターが出てきてますから、これ素晴らしいですね。アセンデントマスターと言われている工事の存在も、さっきもガーディアン出てましたけど、たくさん応援してくださっています。これも逆位置ですけど。そして、えーえー、っとね、えー、クリエーションのエネルギーも来てますね。そういうことを通して、本当に自分がどんなものをクリエイトしたいのかもはっきり見えてきます。メンタルレベルでね。最後に、えー、ディセプションがありますから、これは疑問という意味です。ですから、メンタルだけで、 えー、本当に感情的なものを無視してメンタルだけで腰を足をと考えたりとかしているとですね、この欺瞞が出てきますよ。だから今週はそういったことに気づくとても大切な1週間だと思います。さあ結論のカードですけど、えー、もうすぐ子供孫たち帰ってくるので大急ぎ言ってますけど、これも4枚全部逆位置なんですが、1枚目がアウェイク n i n g さあ覚醒のエネルギーです。だから、えー、やっぱりちょっと 逆位置ということは、ここをしっかりと取り組みなさいというメッセージと思っているので、こういう作業を通して、本当に、あ、自分はこんなことをやりたかったんだな、そういう魂なんだな、ということが、えー、見えてくるきっかけになる一週間だと思います。一週間だけですぐなんかってことないかもしれませんけど、でも天皇星が、あの、あのガイアンを表す大石座に水亀座の天を表す天皇星が入ってきましたね。ですから、えー、これからの7年間は、本当にその自分の魂、 の宇宙のからですね、電気的なエネルギーでポーンと具現化できる、本当に瞬時にね、覚醒できるエネルギーが来ています。だからそのこともよく理解した上で、しっかりと本当にハードで生きていくことがすごく大事だと思いますよ。さあ、次のエネルギーはですね、ゴデ of e オール h が出てるんですね。だからこっちの南様。まあ、本当に宇宙とつながって、今ずっと出てきた、導かれてきたエネルギーをすることによって、地のエネルギーでし あ、こうなんだという女神様がですね、ガイアが私たちの、何、えー、ですかね、糸をですね、汲み取って具現化するスピードをすごく早めてくれてると思います。固めることができてくるように思います。そしてすごく綺麗なカードが出てきました。ディボーションです。ディボーションは貢献するってことです。皆さんはそういうハートで行き始めたときに、ハートで行き始めて、宇宙の真実で行き始めると、もう自分のちっぽけな画のをこうしたい、ああしたいなんて、もうあ本当に、あの、 出すもある全然大したことないんです。自分が、昔はあんなに自分がこだわってあしたかったとかいうことも、それをしっかり取り組んできたからなんだけど、本当にスピリチュアルな方にしっかりとですね、宇宙とコークレーション、ステいクエネルギーと、えー、自分の真実がこうアライメント取とってくると、もういかに自分をその大きな枠組みの中で貢献するしていけるか、ハートで、もう喜びで、えー ディフォーションがでできるようになりますでえー、っと最後のカードが、えー、ブレイクスルーというカードなので、これも前回出てましたけどね、あのそうすることで、あやっぱりこうして生きていきたいんだな、私の魂は、というようなことにこう気づけるきっかけになる大切な1週間だと思いますよ。ね、えー、木星は確か8月11日か12日ぐらいまで逆行、えー、するんですけれども、えー 12年に一度の木星期木星期っていろいろね、星読みのところでもおっしゃってますけど、えー、ただただラッキー、ラッキーじゃないんですね。自分の運をこういかに耕していくかというとても大切な時ですから、ぜひぜひそのエネルギーをよく知ってですね、うちのエネルギーをよく知ってですね、自分の魂のエネルギーをよく知ると、そのアライメントがすごく楽になってきます。ねえー、本当にね、ジャパンプロジェクトにくださった本、本 ことありがとうございますね。来れなかった方もこれからちょっとお時間くださいね。えー、私も喉がね、やられてしまって、本当、ほんとしれなくなったどうしよう、熱が出ちゃったらどうしようと思ったんですけども、も宇宙にお願いします、サポートしてくださいっていうのは、みんながですね、本当に、香港か台湾のとてもあのよく聞く喉の薬とかね、えー、マヌカ、ハニーとかね、一歩一歩十分だって、から先生食べれすそれを一生懸命しゃぶってですね、私も、あ本当に乗り越えることができました。ほん 本当に私一人の力では絶対成し遂げられないことが宇宙と一緒に生きていくって決めると本当にみんながもうねボランティアの方がまた素晴らしかったですねもう毎日毎日進化してるのが分かったしそれをみんな喜びでやってくださってあの本当にここまで来れたのは私も頑張ったけどみんなも受け取一生懸命受け取ってくれて宇宙のサポートをもらってあこんな風に生きていって。 コミュニティの仲間とつながっていける時間とか空間、その地域とかそんなことばっかりだけに縛られないつながりができて、でもそれがまたその地域でね、そのつながりを、ネットワークを地につけていくということもすごく大事な作業です。だからそれができていくんだろうなと思います。デッキのらはセルフエスティーム。自己評価ですね。自己価値ですね。自分をどう認めるか。今週は それが大きなテーマの一週間になるようです。はい。じゃあ、私はこれから羽田に向かってですね、夜行便でアメリカに帰りますけれども、これからも星を見つれるぐさをよろしくお願いします。そして、まだ、えー、5月5日の無料ウェブな申し込みしてない方は、はい。あの申し込んで、そんなこと絶対ありませんから、えー、ぜひ申し込まれてくださいね。そして、素敵なプレゼントゲットしてください。そして、あの、 ンシャスでサストロジーまだ勉強したいなと思ってたけど最近つながったばっかりという方はです、ねえー、あの本当に優待、えー、価格でもともとの価格も本当に抑えてるんですけどあのそれで、えー、皆さん受けられますから今から勉強していただいて、えー、ワークショップの内容を勉強していただくとあ7月からあのオンラインで本格的な星読みの、えー、チャートリーディングの基礎技法を、ま、学んでいきますけど、えー、間に合いますよ。 ね、あの本当に大きな変容のエネルギーで来年の終わりにはもう,もうちょっと信じられないようなエネルギーに変わってきますからそのお話を周り先生が、えー、金曜日に詳しく提供してくださってます、えー。それを無料で聞けますから、えー、ぜひぜひ、えー、一人でも多くの方、えー リンク後で貼っときますからね。これ、あのリリースするときはまだできないかもしれませんけど、えー、なるべく早うちにこの動画を皆さんにリリースしますから、えー、私の他の動画を見ていただければ、ちゃんとリンク貼りますから、えー、申し込んでみてください。はい、それでは今日はこれで終わりにします。Thank you so much. And so much love.